見せてもらおうか、任天堂 3DS の性能とやらを。ファン待望のシリーズ最新作、いきまーす。 SD ガンダム G ジェネレーション 3D。 見える見えるぞ、これが新たな G ジェネの形。 G ジェネおなじみの遊びはそのままに、より遊びやすく、より深みを増した誰でも遊べる G ジェネ。やるな。ここから出ていけ。任天堂 3DS でしか体験できない臨場感あふれる立体的な戦闘演出。これが 3D 映像か。まさかこれほどのものと。ガンダムだ。ガンプラへの情熱は誰にも負けない。当たれ。自分だけのガンダムチームを編成して戦う。従来の遊び方はそのままに、手順をシンプルに。つまり誰でも分かりやすく遊びやすくなったということだな。僕がガンダムを一番うまく使えるんだ。歴代のガンダム作品の世界を楽しめるステージ。一定の条件を満たすことで様々な作品が参戦し、戦局が変化していく。戦いは2手3手先を考えて行うものだ、アムロ。新システム精神コマンドの導入で、より幅広い攻略が可能になった。パイロットそれぞれの特性を生かせば、巨大な敵を撃つこともできる。僕はあの人に勝ちたい。歴代のガンダムシリーズから様々なモビルスーツ、エースパイロットたちが登場。一つ、二つ、三つ、圧倒的じゃないか。ガンダム最新作、機動戦士ガンダムエイジが早くも参戦。あれが進化するガンダム。しかもパイロットはまだ子供じゃないか。認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものを。これで迂闊に前に出るから。このトランゾン外すかよ。そこだ。世界の歪みを破壊する。決めるぜ、ツインサテライトキャノン。私のガンプラ愛を舐めてもらっては困るな。行くぞ。ストライカー、これなら。遅いな。これで決めるぜ。沈めてやる。おお、任せってね。何としても奴を止めると。先に仕掛けます。捕まえた。行け、ジンファンネル。これは最高クレームの挙手。援護は任せてください。クワトロ隊、タイミング合わせて。あいよ、捕まえたぞ。ビビるな。 3D 映像で体感できる新たな G ジェネの世界なら、私を導いてくれ。ガンダムオールスター大集結。遊びやすくなった新しい G ジェネ。ああ、こんなに嬉しいことはない。任天堂 3DS 専用ソフト、 SD ガンダム G ジェネレーション 3D、 12月22日発売予定。君たちは一体誰なんだ。なぜ戦う。さあ暴れてやろうぜ。当たれ。逃がさないぜ。そこだ。食らいな。装甲と装甲の隙間だ。これが進化したガンダムの姿だ。前に出るから。ジェットストリームアタックをかけるぞ。もらった。落ちるぜ。くらいな。ザクトは違うのだよ。ザクトは消え去れ。遅い。落ちよう。ここで仕留める。来たな。やっぱりガンプラは奥深い。攻撃開始よ。これが私のガンプラ、レッカイです。荒削りなガンプラ、機体が泣いているぞ。
これがビギニングサークルの力だ。外しはしない。まずは俺が突破口を開く。了解。仕方ないね。怯えろ。死んでいけ。そこか。楽勝。捕まえたわ。激戦スコアは俺のもんだぜ。間合いが悪いですよ。覚悟はできてんだろうね。遅いわ。消し飛べ。やれるな、ユニコーン。当たれ。お前だけは落とす。遅いんだよ。遅いな。私が君を殺す。俺は行くよ。ガンダム、俺に力を貸せ。このヤザン隊、ついてこい。了解。落ちろ。うかつに出てくるから。直立な、落ちろ。援護は任せてください。カートル隊、カミーユ、気をつけろ。くらえ。女たちのところへ戻るんだ。俺が未来を切り開く。集中攻撃をかける。さっさとぶち殺そうぜ。これで終わりね。これが人類を導くガンダムだ。残念だったね。外すかよ。そこだ。僕は世界を変えてみせる。世界の歪みを破壊する。遅い。目標を駆逐する。構え、甘え。しつこいんだよ。タイミング合わせて。あいよ。逃がさないわよ。そこを動くな。当たって。気配を感じる。行け。捕らえたぞ。死ね。なろう。邪魔だ。させるもんか。この見せるさ。今ね、もらった。アサギ、こっちは準備 OK よ。 OK。 過去があるから明日を願うんだ。その明日を僕は守る。これが僕の戦いだ。俺はもう絶対に。捕まえた。行け、フィンファンネル。行け。消えな。私が切開してやるんだから。何としても奴を止めると。先に仕掛けます。そこか、ファンネル。させるか。終わりだ。遅いな。死ね。覚悟するんだな。さあやるよ、兄さん。我らの世界に栄光あれ。決めるぜ、ツインサタレットキャノン。当たって。ここは帰ろう。
僕に任せりゃいい。注意しろ、手強いぞ。はい、金剣さん。こいつ、うわ。遅い。倒す、倒します。降参するなら今のうちよ。ここで蹴りをつけようぜ。身の程知らずが。我が世の春が来た。お前たち下がれ。ホワイトドールのご加護。ユア東方腐敗の力受けてみろ。ダークネスフィンガーゴッド。3D 12月22日発売予定。今度の G ジェネは化け物か。 AR マーカーを読み取ればリアルなモビルスーツが登場。ガンダムトライエイジを手に入れろ。